バルトロメ島の海岸バルトロメ島は、ガラパゴス諸島の火山島の一つであり、この火山の小島は、サンチャゴ島の東海岸のすぐ沖に位置する。バルトロメ島及び、サンチャゴ島のサリバン湾の名は、自然主義者で、チャールズ・ダーウィンの生涯の友人であり、英国海軍艦船ビーグルに注意として乗船した、バーソロミュージェームズ・サリバンにちなんで名付けられた。 総面積わずか1.2平方キロメートル、標高114メートルのこの島は、群島のうち最もよく知られる美しい景観を見せる。約30万年前のマグマの活動により、形成されたバルトロメ島は、ガラパゴスの群島の中でも、若い島の一つである。島は、四火山及び赤、オレンジ、緑、輝く、黒色の様々な火山性地層よりなる。 バルトロメ島の山頂には容易に登れ、対岸のサンチャゴ島の壮大な景色を提供する。また、いくつかの火災球があり、スパター高ーン、タフ高ン、それに溶岩流が見られる。バルトロメ島では、この島の際立った特徴となる、ピナクルロックが知られている。島の西端付近にある、この戦闘場の岩は、かつて水中の火山より、マグマが噴出した際に形成された。 ガラパゴスペンギンバルトロメ島にはもう一つ訪問可能な地域があり、そのピナクルロックの周辺は泳ぎかつシュノーケリングができ、水中の世界を観察できる。ガラパゴスペンギン、ウミガメ、ネムリブカその他熱帯魚が見られる。南北一帯となる湾は狭い地峡によって分離されている。ガラパゴスペンギンがよく見られ、ピナクルロックの背後にある。 小洞窟の集団繁殖地に映像する。季節により、バルトロメ島は、青ウミガメの繁殖及び、映像地となる。詐欺類は、穏やかな浜を利用している。ガラパゴスの溶岩サボテンが、新しい溶岩台地に生えている。1976年には、チャールズ・ダーウィン研究所と、国立公園管理事務所により、野生化したクマネズミが駆除された。ありがとうございます。